シュールストレミング、シュールストレミングは主にスウェーデンで生産、消費される塩漬けのニシンの缶詰。その強烈な匂いから世界一臭い食べ物と評されることもある。スウェーデン語でスールはバルト海産のニシンを意味する。フィンランド語のハパンセラカも同じ意味でハパンコラは酸っぱい魚を意味する。中世ヨーロッパでは肉の代わりに 塩漬けの魚、たら、ニシンが、盛んに流通していたが、保存には、塩が必要だった。北欧に位置するスウェーデンでは、ニシンは、豊富に取れたが、生塩に必要な日射も焚き木も、乏しく、塩は貴重品だった。それゆえに用いられた樽で薄い塩水につける、保存方法は、固形の塩と層状に詰め込む塩蔵保存に比べ、腐敗は防げても発酵は止められなかった。 しかし、塩を節約して、通常では耐えがいほどの周期を発する水準まで、極度に発酵するがニシンを保存できることは、14世紀頃には、すでに広まり、17世紀には、王軍の主要な糧食とされるに至った。バルト海で4月から5月にかけて採れた、産卵期直前のニシンを材料とし、これはかつて、直令で定められていた、頭と頭を除いた、 それを9 0ムイ入りンの薄い塩水につけ、12、摂氏18度で10から12週間発酵させる。商品によって、切り身のままのもの、頭や腸も使っているもの、数の子が一緒に入っているものなどがあるが、数の子は食べるべきでないとされている。発酵食品であるために、食べ頃があり、販売の解禁日は8月の第3木曜日とされているがこれは、 涼しい北欧の場合で、日本の夏の気温下では注意する必要がある。開館して魚体が液状化したものは、分解が進みすぎている。19世紀に缶詰が実用化されて、以降、缶の中で発酵を継続させる形式のシュールストレーミングが出現してきた。缶詰は7月に製造され、9月に食べ頃となる。通常、缶詰は、 保存食として製造されるため、内容物は滅菌される。しかしシュールストレミングは、日本の漬物のように発酵状態を保ったまま、缶詰にされ、缶の中で発酵が進行する。密封状態で発酵させるため、発生したガス二酸化炭素など圧によって丸く膨らむ。こうした状態の缶は、スウェーデン各地のスーパーマーケットでよく見られる。 殺菌を行わないことから日本では、缶詰の定義から外れ、ジャス法などに基づき、缶詰と表記できない。開封する際は、そのガスによって、汁が噴出すると匂いが広範囲に拡散するため、屋外で開けることが推奨されている。噴出を抑える手段として、水中で開封することも行われるなど開け方はいくつかあるが、缶を傾け内部にガスだまりを作って、 そこに缶切りを突き立てる方法が最も一般的である。また、発酵食品であるため保管環境により匂いや味が大きく異なり、インターネット上で行われている試食会等のレポートでは、その反応にかなりの差が見られる。2014年2月、ノルウェーにて25年間にわたり放置された缶詰が小屋から発見され、 爆発物処理班と缶詰の専門家が出動して処理に当たった。中身は不在の原型を止めず液体上で周期もひどく食用に耐えられなかった。多くの航空会社では飛行中の気圧低下により内圧の高いシュールストレミングの缶が破裂して周辺の荷物に悪臭が染みつく恐れがあるとして航空機内への持ち込みを禁じている。このため 気圧変化が少ない船舶輸送以外では輸入できなくなった。ヨーロッパから日本までの船舶輸送には最短37日から2ヶ月近くかかり、また北欧の低い気温での保存を前提とする本品は温度管理せずに熱帯を通過して輸送されると日本では発行しすぎて固形部分が残っていないことがある。2011年現在蒸気の空輸禁止措置と 日本政府によるニシの IQ 輸入割当て制度による輸入量制限などで日本国内ではインターネットの通信販売だけで購入が可能である。機密性が高い缶の中で二次発酵を進めているのはハロアナエロビウムと呼ばれる嫌気性細菌の一種である。この細菌が発酵の過程で強い悪臭を生成している。悪臭物質として刺激臭のプロピオン酸。 腐った卵のような硫化水素、腐ったバターのような落酸、酸っぱい匂いのする酢酸などである。その強烈な匂いは、魚が腐った匂い、または生ゴミを、直射日光の下で数日間放置したような、臭いとも言われる。周期指数計では、草屋の6倍以上の値を示す。塩気が強いので、ジャガイモ、ニラ、ポテトサラダやトマト、 赤すぐりや赤かぶを付け合わせにするか、スライスした玉ねぎとブラーナ、ヤギジチのバターに、クリームとシナモンを加えたものともに、クリスプ、肩パン、または、クラッカーに乗せて食べる。室内で食べると周期がなかなか消えないので、屋外で食べることが多い。場合によっては食べる前にウォッカなどの種類、または牛乳などで洗うこともあり、アクアビット、 北欧の上流種で洗うと3から4割臭みが減るという。主に、スウェーデン北部で食べられ、南部などそれ以外の地域での消費量は少ない。が、医学界では未だに認められていない。2012年4月、株式会社スペースアイランドが、一般公募による、シュールストレミング公式 T シャツ、デザインコンテストの開催を発表。当時のシュールストレミング輸入代理店が公認する。 T シャツとして本コンテストでグランプリに輝いた作品が商品化された。シュールストレーミングの体験者のみが購入できるという条件があり、買ったことがある、食べたことがある、匂いを嗅いだことがあるのいずれかを満たすことが必要。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。